市田志乃です。市田志乃です。市田志乃です。いねえか、今日は市田志乃不在か。引いてる引いてる。どうもスゴカフェ始まりました。本日市田志乃が不在でございますが、やっていきたいと思います。祝40回目。今日のゲストは斉藤大輔さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもねこういう人がね横にいるんですけど、はい、いないですよ。どうしたんですか。どうしたの。寝てんの。ひどいもんですよ。なので今日は2人で、はい、やっていきますか。お願いします。暴走しないようにしようね。はい。どうも皆さん、すごカフェです。今日はもう私が仕切っていきたいと思いますので、小村です、よろしくお願いします。で、斉藤大輔さんです。はい、斉藤大輔さんは歌手ですよ。はい、皆さん知ってますか。なんか出ちゃってるけどね。気にせず。さあ、じゃあもう早速ね、本当はね市田志乃のね一人コントっていうのを毎回最初にやってるんだけど、今日はちょっといないんで、私が一人コント一人コントしないです。しないんですか。しないです。じゃあもうやるか、やりましょう。斉藤さんです。斉藤さんもね、どんぐらい出会って。出会いはもう古いよね。そうですね、十数年前から。うん、まだ歌ってた頃だか。終わってたか。終わってないです。終わってない。そうだね。そうですね、意外に古いんですよ。はい、ただまあなかなかねこう古いっつっても集まりでね、ちょっと顔見知りではあったけれども、あんまり深く話す機会もなく。そうですね、東日本大震災終わってから結構会う回数が増えてきて、もういろいろいろんなこと聞きたいなとか思いながらも聞く機会がなく、十数年経ち、はい、今日に至るという。なので今日はいっぱい根こそぎ聞いていきたいと思いますので、はい、でこうやってねちょっと簡単なプロフィールをいただいてます。簡単すぎるんで一つずつ掘っていきたいと思いますので、斉藤大輔さんを、皆さんにも知ってもらいたいと思ってますのでね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ生まれたところからいきますかね。じゃあ、はい、毎回恒例、山形県出身。はい、山形県山形市出身じゃないですか。そうですね。そうなんですか。じゃあ山形県立、これ高校名言っちゃっていいのこれ。あ、いいですよ。山形南高校卒業。はい、じゃあ18歳ぐらいまでは山形県にいて。あ、そうですね。そしてその後大学に行くのか。はい、あ、小学校の先生を目指してたんですね。はい、教育学部じゃん。そうです。国立。はい、宇都宮大学。はい、教育学部。はい、体育科。はい、体育会系。そうですね。なんで小学校の先生なりた。小学校、まあなんで、まあ子供が好きだからですかね。うん、小さい時から子供とか。そうですね。体育だから体育の先生。いや、小学校が良くて、小学校に入ったんですけど、はい、まあ、ついでに体育取れますよっていうんで、じゃあ取っときますかっていう感じですね。じゃあ何、小学校の先生と中高体育。中高の体育、ね、小中高じゃん。そうっす、全部じゃん。そうっす。すごい。じゃあ小学校中学校か、すごいな。俺中高しか持ってないのな。負けたわこれ。小学校大変だからね、免許取るの先生の。
まあ、でも小学校の免許を取るカリキュラムなんで、そうだもんね、はい、もうそれ専門の大学だもんね、もうすごいね。どうしてそ、ね、その小学校の先生目指してたのに、はい、道を誤って誤って誤ってないのか誤ってない、まあまあ、言葉気をつけろ、まあまあ、すいません言葉が、あのよろしくなったですね、誤ってじゃないです、今も夢を与えてます小学生に、で一応大学生の時、はい、大学生でそうやってこの体育の先生とか小学校の先生を目指しつつ、はい、同級生と、はい、体育会系フォークデュオひよこを結成、はい、そうですね、学生の時に、はい、これ何こう同じ同級生で歌も好きだった、 歌とかは昔から歌ってた、歌、そうですね、歌は歌ってましたね、うん、あ、歌ってましたっていうか好きでしたね、歌は好きだけど、はい、まあ、本格的にやろうとなったのが、まあ、20歳ぐらいの時、そうですね、ちょうど大学の2年生ぐらいの時、はい、ちょうどまあ体育科だったんで、うん、まあ部活入ってて、はは、あ、部活、まあ、何部入ってたの、まあ、高校まで9年間野球やって、お、団体スポーツに嫌気がさして、嫌気がさして大学で陸上を4年間やりました。お、陸上は短距離、短距離とリレーですね。お、どう9秒台出たいや野球部で結構速い方だったんで、うん、いけるかなと思ってたんですけ ど、うん、やっぱ陸上行ったら波以下でしたね。あ、やっぱリードとかないとね。そうですね、その駆け引きだもんね、そうすね、その走るのね用意ドンじゃなくて、ね、そうですねえ、じゃあ短距離やったってことね。はい、でもそれをやりながらも歌を歌おうみたいなきっかけ、そうですね、ちょうど20歳ぐらいの時にゆずさんですね、あ、ゆず、はい、ゆずさんが出始めた頃で、うん、で、そうですね、ゆずの曲をギターで弾きたいっていうところから、でたまたま同級生にそのギター弾ける子がいたんで、うん、体育会系なのに、そうですね、珍しいね。あ、じゃあ体育会系の中で珍しくギターが弾ける友達と、はい、で、まあ、僕は歌えるっていうんで、歌えるということで、まあ路上ライブに出始めたって感じですかね、うん、なんか学園祭とかじゃなくていきなりもう路上、路上ライブですね。じゃあやってみようよってことで、そうですね、2人の、2人だよね、デュアルからね、はい、2人でじゃあひよこ結成して、はい、路上ライブから始まったと。そうですね、宇都宮だから栃木県だよ、ね、はい、栃木県宇都宮市、うん、駅で、駅で、はい、路上で、じゃあ当時はな、ゆずの曲とか、そうですね、ゆずのカバーをメインにやってましたね。なるほど。でこっから先生の免許も取るんですが、先生じゃなくて歌の道に進もうと、はい、 そそのかす、そういうこと言っちゃダメそういうこと言っちゃダメだアドバイス、はい、アドバイス違うな、方向性を導いてくれた、うん、もっといい言葉ないのかな未来を作ってくれた、そのきっかけになる人と出会うんですよね。そうですね、22歳、ちょうど小あの大学を卒業、はい、しようというタイミングですか、これの出会いは、まあ、大学出た後ですかね、あと、はい、まあその路上ライブやってて結構こうお客さんが来るようになったんですよ。あ、すごいですね。そうなんですよ、路上で人が集まるってすごいですよ。そう、ゆずじゃないですか。そうそうそう、そういうまさに、まあまあゆずさんのおかげっていうのもあるんですけどね、うん、で僕男子校だったん でずっと野球しかしてこなかったんで、うん、なるほど、結構こう女子高生が来てくれるわけですよね。あ、なるほどね。えでも大学は共学じゃないの大学は共学ですけど、うん、あ、それまではずっと男の世界、まあ、高校の青春時代を、なるほどね、うん、野球しかしてこなかったんで、で結局その女子高生が来てくれるもんで、なるほど、でデビューだ。そうですね、うん、結構なるほどね、チヤホヤしてくれるしね。そうそうそう、でいけるんじゃないかみたいな勘違いしちゃったんですよね。まあ、当時はね、ゆずとかいろんなね、今
有名になってるような歌手の人たちもみんな路上から始まってね、はい、人集めてデビューしていくっていうなんか王道的な感じがありましたよね、はい、で結構イベントとかも地方で呼んでもらえるようになって、うん、あそうなんだ、はい、そういうの声かかってそうなんですでそこでたまたま一緒になったのが、うんうん、あと栃木の宇都宮のすごいやつっていうイベントだったんですよね、宇都宮のすごいやつっていうイベントがあって栃木県で、まあ、僕は山形なんですけど、はいまあまあ、一応大学がね栃木だからね、はい、で、うん、そこで僕らが出ててで別で出てたのが、はい大山俊吾さんという方が格闘家のね、はい、今はもう引退されてそうです、ねファイトネスやってますよね、はい、大山俊吾さんが一緒に別で出て大山俊吾さんもあそうか栃木出身だもんねあそうかそうか、はい、栃木出身で大山さん公演で出てらっしゃってあなるほど公演をするという形で出てて、はい、で自分たちは歌を歌うということで出演して、はい、出演者同士だはいで楽屋が一緒で、うん、あ楽屋一緒そうなんですね運命ですね、まあまあ、広い楽屋が、うん、出演者がみんないるっていう感じです、ね、なるほどなるほどで僕らの演奏を聴いてくれて、はい大山さんが聞いてくれたそうですね聞いてくださって応援したいっていう声をかけてくださって、うん、お大山さんにスカウトされたでそっからずっと、はい、応援していただいて当時だってもうこれにもう約20年ぐらい前の、ね、18年ぐらい前の話でしょ、ね、20年そしたら大山さんってバリバリあのプライドとかヒーローとか超活躍してた時それこそ、はい、あのピーターズとかの活躍プライドそうですね、プライド、はい、グレイシーとかと戦ってたあそうです、まさにその頃で、で、その数ヶ月後にプライドに招待していただいておぉ、はい、呼んでくれたんだはい、スーパーアリーナかなんかですかおぉ、埼玉スーパーアリーナはいで、なるほどすごい、僕、あ、そうなんですそう、だって損得とないもんね、だって大山さん別に音楽協会の人でもないしいや、大山さんすごいですよ、その、なんかその応援したいっていう時の、うん、自分を応援してくれじゃなくてね、はい、応援したいってねそうなんですよ、あの人らしいよね、本当にね そこなんだよね、素敵だよねで、毎回と、うん、試合があるたびに東京に呼んでいただいてで、またその芸能界の方とかとお会いさせていただいて、うんうん繋いでくれたりとか、はいそれで24歳の時に大山さんの勧めで上京を決意する。はい。上京しちゃった。はい。そうなんです。すごいね。まさか東京に行くとは。僕東京には住みたくなくて、なるほど。宇都宮ぐらいで止めといたんですよね。あ山形から宇都宮に止めて、東京まで行かなくていいと。そうですね。で小学校の免許取ったら、まあ、地元帰るなりして、そうですね。なるほど。考えてたんです。考えてたところを。まさか東京に住むとは。来いと、はい。命令だ。大会系、大会系だもんね。あとアドバイスね。アドバイスでね。で上京しようと。この時にはもうなんかあの事務所とか決まってたとかなんかその音楽の方向性が決まってたとかそういうのがあったんですか。いやもう決まあそっかどうなんだろう。決まってなかったですね。ただ大山さんが決まってなくて、大山さんが事務所をそれこそ紹介してくれて、はい、おなるほど。そうなんです。全部、はい、用意していただきました。マネージャー全部用意していただきました。はい。あ、そう、もう自分の人脈でこういう人いるよって紹介してくれた。そうですね。いろいろ、本当いろんな方を紹介していただいて、面倒見がいいですよね。はい、なんかコメントでいろいろ質問来てますよ。はい、高校の頃は。ボーイのコピーバンドやってたな。ボーイはだって鉄板だよね。ボーイ聞いてましたね、僕も。俺らの世代ね。はい、みんなそこから入る、ね。そうですね。東京の水って最初どうでしたかみたいな。東京もあれですよ。はい、あの都内と私が立川で住んでますけど、都下の方はまるで違うんですよ。そうですね。あの東京03の方と03じゃない東京があって、その東京03じゃない東京はあの地下水なので、あのめちゃくちゃ美味しいです。ただ東京03の都内の方は区内ってやつね、これは区内の方はどうしようもないね、はい、薬の味しかしないんだよね。そうですね、そういう意味では、そうですね、僕板橋区だったんで、ああじゃ あの薬だ。結構軽き臭かったですね。今は三鷹市なんで、あじゃあ見たかったからどこ、そうですね、美味しくなりましたね、だいぶ美味しいじゃん、はい、
水全然違う。そうですね。ちなみにこれはあの今日はあれですよ、しのさんがお休みなので、はい、あのいつもね青汁が出てくるんですけど、あれしのさんしか作れないんで、うん、あのこれそこで汲んだ水です。美味しいです。これは水道水じゃない水ですね。あ、そうです。なのでそうなんですよ、まあ合わないっていうね、東京の都内の水はちょっとね。で地元の山形とかもめちゃくちゃ美味しいんじゃない、栃木とかも美味しいしね。そうですね、うん、水が全然違うみたいな、うん、ということで、大山さんの勧めで、上京を決意したのが24歳、はい、で、そこからいろいろ都内で活動を始めると、はい、その時相方も一緒に来たってことだよね。そうですね。じゃあ相方も本当だったら小学校の先生とか体育の先生になりたかったんじゃないの。相方は、うん、そうですね、中学校課程だったんで、ほうほう、中学校の体育の先生を目指したんですね。目指してた、はい、一緒に行こうって言ったの。そうですね、いやもうそれこそ1台1トントラックレンタルして、ほうほうほう、2人分の荷物全部乗っけ て2人でこう、うん、2人で来た、トラックで上京して、トラックで上京、はい、夢だけ、いや夢を持ってね、積んでね、はい、でもすごい大山さんというすごいビッグパートナーじゃないですけどね、はい、まあ、それはでかかったですね、心強かったです。まあなんとかなるだろうと思いましたね。いいですね。でまあ大山さんの勧めとかいろいろあって、なんか事務所とか決まってったってことなので、はい、まあ、そういうご縁があって、はい、で26歳の時にもともとね、そのひよこっていうね、はい、まあ、あのフォークデュオというか、まあ、あの名前でやって活動していましたけど、はい、ここで名前変えてますね、はい、桜に桃って書いてさくらんぼ、はい、さくらんぼ、はい、これは何でこう書いてますか。大人の事情。そうですね、あの26でデビューさせていただけるってことになりまして。あ、もうデビュー決まったんだ。そうなんです。でしかもこれ言っていいの、これ。あ、いいと思います。グレイ、はい、ジュディマリ、はい、のプロデューサー、はい、佐久間正秀さん、はい、のプロデュースのもと、はい、誓いっていう曲楽曲があって、はい、その誓いという楽曲で全国デビュー。あ、それこそ佐久間さん、はい、ボーイもやってますよ、多分。ボーイもやってるって。はい、え、すごいじゃん。すごいプロデューサーじゃん。すごいんです。これ大山さんの力、事務所の社長の力ですね。あ、でもその事務所をつなげてくれたのは大山さん。あ、まあもちろんそうです。でその事務所と、まあ、佐久間さんが連携してたってことでね、はい、で全国デビューだ、これ26歳の時だ。 そうですね、26。その全国デビューの時に合わせて名前を桜んぼに。そう、君たちそのこれから全国デビューするにあたって、うん、ひよこの名前で40、50になってもやっていくのかって言われまして。そしたらゆずも同じだもんね。まあまあそうですよね、今思えばそうですね。いやいや、まあそれこそだから。でなんか勧められたのがさくらんぼで、うん、あんま変わんないなと思いながら。そうね、ひよこさくらんぼだね。まあいいんじゃないですかって言って受け入れた感じですね。じゃこれ事務所が用意したんだ。あ、そうです。でも桜に桃だからね。まあそうですね、うん、まあそこだけちょっとさすがにひらがなだと本当に何も変わんないなと思ったので。そう、まあ、ちょっと漢字でまあまあいいかっていう感じでした。漢字にしたってことね、はい、それで、全国デビュー、はい、すごいですね。トントン拍子じゃないですかこれ。トントン普通だと全国でできないですよ、なんか。あ、ここにも ね、あのこの間もハレちゃんとこの間一緒に歌ってたけど、ハレちゃん来たりとか、あとリサロックとか、リサロックもこれ一緒に出したね、はい、ここに来る歌手たちとみんな絡んでるってね。そうですね、大山会なんで ね、みんなね、はい、まあ、私も大山会だけどね、うん、そこら辺後で話すからね。そうですね。なるほど。で全国デビューですね。ですごいですね、その後テレ東の、はい、当時スポーツ魂っていう番組のエンディングに起用、はい、この誓いという曲がね。そうですね、誓いって曲は今 YouTube で見れますよね。あ、はい、見れます。ちょっと大人の事情で今ここで流せないっていうね、はい、でも YouTube では見れますので、はい、あの桜に桃、さくらんぼに誓いっていうね、はい、感じで誓いですね、をあの検索してもらえば出てきます、はい、でさらに同じ
年ですよね、エリシアっていう曲が、はい、日本テレビ系列の女優魂の挿入歌に起用されると、はい、もうみんな魂でつながってるね。あ、そうですね、スポーツ魂、女優魂、そうですね、で大山会のこの熱いハートね。でエリシアね、エリシアという曲も、あ、これカタカナ、はい、聞けます、カタカナで検索すればできます ね、 そうですね、こ誓いのカップリングだったんですよ。ああ、そうなんですか、はい、3曲入りで、はい、じゃあお得じゃないですか。そうですね、だいぶお得、ね、だいぶお得じゃないですかね、はい、これで全国デビューですね、はい、普通の CD 屋さんで売ってるってことですもんね、はい、おー、なるほど。で、神宮外苑花火大会に出演、はい、これいつデビューしたんですか。春ぐらいにデビューしたの、26歳の時に、2月14日です。あ、2月、バレンタインです、はい。でデビューして、うん、そうです。で、もう誓いも、そうか、エリシアも、これ2つとも、この楽曲2つとも、斉藤さんが作詞作曲。そうですね、シンガーソングライターじゃないですか。シンガーソングってましたね。シンガーソングってました。出ましたね。ライブしてましたよ。いい曲だよね。これ聴けるけどね。台湾にコメントしてたよね。編集しないの。ああ。ちょっとそうなんですよ。あれ YouTube でところで台湾の人がすごい大ファンですみたいなスルーされてるけど。いや、うん、そうなんですよ。アカウントが Gmail と繋がってなくて、うん、こう通知が来なくて、あんま自分の曲って開かなくないですか。あ、なそ、あるあるかな、楽曲出したことないから分かんないけど、あんま自分の曲YouTube って見ないんで、なんかほったらかしたらもう1年ぐらい経ってたみたいな、そうだよね、今更返信してもなみたいな、うん、なんかした方がいいですかね。いや、すごい、でもね、台湾の人からね、熱いベース、一生懸命日本語に翻訳したんだろうみたいな。そう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 、いや、本当申し訳ない。本当今からコメントそうですね。だってすごいこの曲すごくいいんですよ。そうなんですよ。いや、本当嬉しかったです。外国の方が聴いてくれるんだって。そうそうそう。しかもわざわざ演奏したいからスコアくれって。うん。そうだね。なかなか。もっと詩とかも知りたいって言ってたし。そうなんですよ。熱いメッセージがあるのに、うん、スルー。いや、本当申し訳ないです。それに関しては。それに関しては本当申し訳ないです。見ててください。見ててくれるといいんですけど、本当。じゃあ、ちょっとコメント出してあげて。そうですね。ちょっと遅れますながら頑張ります。そう、誓いとエリシア。でも、もう幸先いいデビューで、もうプロデューサーもすごい人で、はい、それでもうね、CD も出して。あ、ローソンでも1年間ぐらいパーソナリティを務めまして、毎日かかってたんですよね。あ、ローソン。書いてなかったですね、すみません。書いてない。ローソン。あのローソンさんで。あ、店内で流れてるんですね、はい、すごいじゃないですか。結構あのパーソナリティで番組持たせていただいてて。番組持ってたんですか。はい、すごいですね。この26歳がピークでしたね。ピークですね。一生に一度、それは今人生のピークになっちゃった。そうですね。いや、そんなことないです。これからでしょ。今がピークです。これ、はい、違うね、そうですよね。今が幸せ。これはこれもう歌手活動としての、そうですね、まあ、まあまあ滑り出しのところですからね、はい、でもここであれだ、26歳でデビューして、はい、全国デビューですよ、はい、で番組を持たせてもらって、はい、CD も出して、はい、まあ、いろんなとこ出演して、はい、これからだって時に、はい、嫌気がさして27歳で事務所を辞めると。言い方方針の違いね、まあまあ、そうです ね方向性の違いですね、うん、ちょっとね、言葉が良くない、よくあることです、言葉が良くないね、はい、そうですね。すいませんでした、はい、いい方針の違いで事務所を離れると、はい、そうです ね、うん、ね、まあいろいろねビジネスに疲れちゃったんだね。うん、ちょっと思ってたの違いましたね、やっぱり。何が一番違ったの。やっぱこうなんですかね、やっぱビジネス、それこそ本当ビジネスだなと思って、あの音楽が好きで純粋に、それこそもう田舎者だったんで、うん、僕らなんか、はい、でそれこそゆずのコピーやってて、ただ歌うことが楽しくて、うん、まあ、ただなんかもう時間も忘れて歌ってたらお客さんが来てくれて、うんうん、で自然に広まっていったって感じだったので、もう本当技術も何もなかったんで、
どうそうだね、あだから歌の勉強したとか、そう全くないです、学校に行ったとかじゃないですよね、うん、なのでやっぱ行き詰まっちゃった、そこで本物を求められちゃったので、本物、まあ、ビジネスとしてやっぱ商品とした時に、そうだ、ね、素人、ズブの素人とここまで来ちゃったので、いやでもそう才能だよねいやまあ運でしょういや運も才能あしのちゃん怒ってるしのが怒った、これしのあれだな、大丈夫か、もっといい写真なかったんだこれ、あこっちで、ああ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。こっちバージョンで。そうかそうか。あ、本当に純粋に歌が好きでやっていたのに、はい、やっぱそれ、そうか、それだけじゃなくてお客さん集めろとか、チケット取ってこいとか、CD 売れとか、うん、まあ、もっとこう売れる曲をとか、そういう、まあそうですね、風になるわけですよね。はい、そうですね、まあ、ビジネスですもんね。はい、それにすごくなんか、違いを感じてしまった。まあちょっとなんか義務感みたいなのが出てきちゃって。義務感。はい。もうダイレクトに言われるんですか、そういうの。もっとファン作れとか、もっといい曲作れとか。まあそうですね。まあそれも愛情だとは思うんですけど。でも26歳でいろいろやっていろいろこうやれてたのに、それ事務所辞めてしまうってことはもうそれがゼロになっちゃうじゃないですか。はい。もうなんかその中で何かをしていこうとかそういうことではなくて、もうここから出たかったみたいな、そういう思いになっちゃったんですかね。だからそれこそそのライブもしちゃいけないって言われちゃったので、どっちかというと僕らライブはしちゃいけない、はい、ライブを重ねてお客さん増やしていた、うん、まあ路上ですね、はい、結構でライブをしちゃいけないっていうのはなんでなんでしょうね。 あれか要は自分、まあ、商品なんだから、はい、安売りすんなと。そうですね、なんかこうビジネス的な形、ちまちまやってるより大きいのを年に2回ぐらい、うん、あドーンってでかいのやってあげるから、うん、普段はあんまりこう表に出るなっていうような。えでも年に2回でかいのやってくれる、そっちすごくない？だから武道館までじゃなくても、なんかもうそこそこ入る箱で、そうですね、ライブをやってあげるからって言われたんですよね。でも自分たちの力は一番知ってるので、うん、そんなところにお客さん呼べるとも思ってなかったので、うん、だとしたらやっぱりこうちっちゃいライブハウスいろいろ回ってお客さんを地道に作っていかなきゃっていう現実が僕らの方が見えてたと思うんですよね。謙虚、いやでもここまで普通お膳立てしたらやっぱりイケイケな気持ちにならない、はい、でも逆にここまでやっていただいて、うん、そこまで、あ、そこまでそこまで売れなかったっていうことはやっぱ僕らの実力不足やったと思うんで、だってまだ1年も経ってないってことじゃない、あ、要は1年ぐらいってことですよね、まあ、だって普通みんなだってあのミスルでもね 3、4枚ぐらいでやって売れてるみたいな。そうか、今気づきましたね。そうですね、他の人たちもそうじゃない、いきなり一発目で当てるじゃなくて、なんかやっぱ 3,4 枚ぐらいこけて、その後やっぱ努力してこう前目でヒットするとか結構あるじゃない。バカだったんでしょうね、なんか僕らでやっててもいけんじゃないみたいな。今でこそ分かりますけど、まあまあそうですね、自分たちで頑張ればまだまだいけんじゃないかっていう夢があったので、それよりもやっぱ歌いたいって、人前で歌いたいっていうことが、あ、そっちの欲求が強かったので、それができないってなった時に何のため音楽やってんだろうっていうのになってしまったんですよ ね。いやなんか決断が早いなと思って、26歳でデビューして、うん、普通でも30ぐらいで花咲かなかったらやめようとかになると思うんだけど、はい、もう1年で自分の思い通りに歌えない、なんか違う圧がかかってくるみたいな感じ。そうですね、じゃないやりたいようにできなくなったのがちょっと窮屈になっちゃって、うん、なるほどね、そうかそうか。でもその時は本当に真剣に考えて、はい、2人で考えたってことだよね。そうですね、それで、事務所を離れると、はい、事務所はどうだったんだろう、やっぱ1年間やっぱ投資をしてきたわけじゃない、はい、なのに辞めるって、これ辞める時ってどう言ったの、マネージャーから社長から。いやもうほんと長文のお手紙を書いて、
お手紙だったんだ。そうですね、まあそこは申し訳なかったですけど、でもやっぱ結構やっぱ会うこともしんどくなっちゃってたので、ああもうプレッシャーだ。そうですね、なので一方的で申し訳ないんですけど、お手紙を、誠意が伝わるようにお手紙を書いて。ああなるほど。おお、まあでもその後ちゃんと和解してるんで、その後会ってちゃんと和解して、その時はお手紙書いて、そうですね、まあ理解してくれてもらってたみたいです、ね、後で確認しましたけど、うん、まあね、もうこれ13、4年前ぐらいの話ですよね。はい、なるほど。でその後はどうしたのかっていうと、都内で路上ライブ、はい、ライブハウスの活動、はい、要は本来自分たちがやりたかった、そうですね、活動をしていくと。はい、名前はそのまま継続で、そうですね、さくらんぼでやってました。普通なんか名前変えろみたいなのよくあるんだけどね、そこはまあ そんなに強く言われず、うん、そうですね、まあなので、はい、別にそこまでそんな前いい社長さんでしたよ。あ、はい、そこまでそんななんかすごい潰してやるみたいな、そういうのはなかったですね。そうですね、ちょっとね、そういう芸能系はね、まあありそうですけど、ただよく聞くんでね。あ、そうですね。まあいい社長さんだったんですね。そうですね。やっぱ期待もしてたとは思うんだけど。そうですね。本当申し訳なかったですね。でもまあこういう結果で、まあ二人で活動を続けるわけですが、はい、30歳の時にこのさくらんぼ自体解散をそうですねしてしまうと。うん、ちょうど10年前ですね、うん、ちょうど10年前に解散、これは何か理由があったんでしょうかね。うん、そうですね、まあちょっとまあ言える範囲、あ、これね、ちょっと相方のこととかもあると思うんで、あの、ちょっと言えばこれ出してもらえれば、なるほど、あのちょっと生放送なんでね、はい、じゃあ赤裸々にお願いします。10年経ちましたね、はい、解散同期ですね。そうですね、もともと、はい、まあ30で相方がもう辞めたいって言ってたので、まあ一つ区切りですもんね。そうですね、相方さんは30までって決めてた、うん、決めてて、結構相方も、うん、やっぱ結構焦りとかいろいろあって、うん、結構、うん、音楽をやれる状態じゃなくなってたので、うん、なるほど、まあこれ以上はちょっときついかなと思って、うん、なるほど、まあ僕も30で思うところはあったので、まあ音楽をやめることはないなと思ったので、はいはいはい、まあこういう活動自体をもう一回見直していこう。そうですね、まあ、大体そうですよ ね、 そうですね、20代まではちょっと走りたいみたいなのありますもんね、はい、でもこの事務所でこういっぱいデビューさした時に、はい、ちょっと話せる範囲でいいですけど、はいはいはい、相方さんって相方さんはギター、そうですね、斉藤さんはボーカル、うん、なんか大人の圧があったんですか。そうですね、そうですね、その、うん、やっぱそれこそプロデューサーさんがすごい方だったので、ああ、まあそうですよね、そうです、まあ、ボーイ・グレイ、グレイ・ジュディ・マリーさんとか、ジュディ・マリーさんもグレイさんと同じところで撮らせていただいたんですけど、あ、グレイと一緒の、はい、なのでグレイ当時すごいブレイクしてたんで、もちろんめちゃくちゃ10万30万とか集めてるようなライブバリバリやってた時期ですよね。もうだから僕らも売れたと思いましたよ、そら前座でね、そう、それ歌えばね、そこはまだは考えてないですけど、そこまでは考えてないですけど、うん、結構やっぱりあの普段プロの方を相手にされてる方なので、まあ、やっぱそう、まあ、そうですよね、うん、と、そうですね、やっぱこう僕らさっきも言いましたけど、僕ら素人でやってきたので、うん、君の歌は確かに商品になると、うん、で、まあ、当然僕のギターも商品にならない、うん、で相方のギターも商品にならないって言われた時に、うん、じゃあどうやってやっていくのみたいな今までの僕らのアイデンティティが、なるほど、結局僕の歌しか残らなかった、商品として考えた時に、あ、世の中的には、なるほど、ね、僕の歌しか残らなかったっていうことですね、うん、リオでやってきたけれども、はい、声はね、それはオリジナルなんで、そうですね、それはやっぱ楽器を弾くってことはやっぱそう、だってグレーのね、まあ、あの人とかなんかはもうプロ、ね、誰でもいいわけで、
あ、そうか。ギターは誰でも、それプロでやってる人いるもんね。それだけで、ね、音源なんていうのはいくらでもできるので、それを言われちゃったんだ事務所で。そう、まあ社長に言われたんですね。ああ、まあそうやってでもデビューさせてくれた。まあそうですね。ですか。とりあえずは、まあ、だからこれからだともっと、はい、まあ頑張んなきゃいけないよっていう、まあ確かにおっしゃる通りで、なるほど、まあ、このままだ通用しないよっていう。かといってもそんな知識のない素人だったので、そんなね、やっぱあの人たちっていうのは、うん、ね、学生の頃からやっぱ弾き続けてるわけじゃないですか。うん、プロですね。そんな1年やそこらでそんな、うん、ね、いきなり上達するかっていうところ、ね、声はね、特徴があればね、あれですけど、楽器をじゃあプロになれって、そうですね。でもあの TM ネットワークキネのやり方みたいな、うん、あの人だって弾けなかったでしょ。あ、そうなの。だから後ろであのビーズ の, あの松本さんが弾いてた、弾いてる真似してた。でも30年もやってれば上手くなったみたいな。あ、だからこの間テレビでやってました。でも30年かかるんですよね、やっぱ。まあ、そこまでもうこれまでやってれば全然いけるってさ、あれでも後ろで実はっていうのをバグしてた、ね、結構だからそういうのあると思うんですよ。そうか。そうだ、じゃあその相方さんもだって大あれでもね、教育学部だもんね。はい。まあ、別にその、うん、ギターの専門とかで。あ、全然。彼はバレエで、ハルコバレエに出てるような選手だったので。あ、じゃあ本当に大会系じゃないですか。はい。もうだから、ね、ずっとですね、それこそ僕は大学で野球やりましたけど、彼は大学でもバレエやってたんで。あ、なるほど。野球選手とバレーボール選手が、まあ、たまたま趣味で音楽をやってたら、それはつまずくわ。いきなりめね、全国ぐらいまで行って、はい、それはびっくりですよね。それはつまずきますよ。でそこを指摘されちゃったってことなんだ。まあそうですね。そこでやっぱうん、どうしようもないなと思って。ただ僕は相方を切ることはできなかったので、優しいでも2人でやってきたんですけど ね、 そうですね、これ今までね、はい。でここまで来て、じゃあ相方が弾けないから、ね、自分の声だけでみたいな、はい、そうはいけないですよね。っていうのもあって離れたって感じですね。あ、それもあったんですね。はい、そこがでかかった。あ、それがでかかったですね。はい、でまあ30はもう男の30ってことで、まあそうですね。まあ一つの区切りとしてやめたって感じですかね。だから27で事務所を離れてから、まあ、3年間は、まあ、独自でいろいろ活動をして、はい、まあ、やりきったって感じですよね。はい、それがまあ大きいですね。確かに。でもあれ斉藤さんは相方を切るんじゃなくて、相方と一緒にやっていくんだという選択を選んだってことですね。そうですね。まあそれは、ね、はい。だってギターだったら他の人がやればできなくもなかったし、自分の声だけでいけばピンでもね、歌って歌えるんで、もっと。でもそういうニュアンスもあったってことですよね、やっぱビジネスで考えれば。まあそうですね、ぶっちゃければ、ね、それを選ばなかったってことですね。まあそれはそうですね、さくらんぼではないので。なるほど。はい、さくらんぼじゃないと。さくらんぼを評価してくれてた人もいたので、うん、ああなるほど、そうですよね。はい、いやでも決断が早いですよねでも未来は見えなかったってことですよね。ここまで成り上がってみたけれども、自分のたちの力じゃなくて周りの力でそこまではなったけれども、そうですね。でも今後のこと考えれば、この2人で、ね、自分たちに合ったような活動をしていきたいっていうふうに思って、まあ、うん、そこでいけるとも思ってました、正直。あ、この2人でいけるっていうか試してみたいなと。2人でどこまでいけるか。そっちかもしれない、ね、そう試したいですね。そうですね、うん、今まではちょっとご縁、うん、運が良くてここまで来れたんですけど、うん、なるほど。まあ、2人でどこまで行けるか、また一からやっていこうよっていうのが、うん、そうですね。なるほど。大きかったかもしれないです。うん、で30で、まあ、決めてたと思うんですけれども、一旦解散しますけど、はい、これはその時はもう踏ん切りがついたような感じだったんですか。そうですね、はい。一応解散はに関しては、そうですね。まあ、でもそれっきりもうあれですか、なんか2人でまた歌うとかそういうのはもうなかったですね。もちろんこの10年間ないですか、うん、じゃあそろそろ親父バンドでいいかもしれないですね。
そうですね。見ててくれたら連絡ください。あ、相方。そうですね。相方見てるかな。あともう一回歌うってもう10年経ったし。今度は別にさ、もうそういうビジネスとかそのところじゃなくて歌いたいもんね。あ、もちろんもちろんそうです。でもその後の斉藤さんの活動がもうまさにこの10年間は、はい、そういう縛りとかそういうんじゃなくて、もう本当に好きな、自分が好きな活動をやってきていますよね、はい、じゃあその後半戦いきますか。はい、大丈夫ですか、こんな真面目な話で楽しんでいただいてますか。真面目な番組ですか。真面目な番組大丈夫ですか。笑うポイントが全然ないですけど大丈夫ですか。真面目な番組不安になってきますよ、ね、楽しんでもらってますか、大丈夫ですか。そういうのもその後になんかお笑いに言えないです、それはないですけど不安になってきますよ、ね、あ、じゃあちょっとここで石田篠さんから何かあれなんか連絡入ってるんですか。あ、なんか市田篠の VTR があるってみたいなんで皆さんもご覧ください、はい、CM です。出てない。音すみませんね、ちょっと今音入ってんのこれ、ちょっと音が出てないってもう一回やり直します。ちょっと再三付き合ってください。あ、全然一出しのがもう2時間ぐらいやりましょう。口パク芸になったって。あ、ほら大ちゃん大ちゃん言ってるの。 ありがとうございます。ちなみに私も大ちゃんですからね、ダブル大ちゃんですからね。はい、あ、じゃあお願いします。こんばんは、市田篠です。すごカフェをご覧の皆さん、こんばんは。あ、挨拶2回しちゃった。はい、今日は舞台に出演させていただく夏休みの友たちの劇場に来ております。オムさん見てる？ぜひオムさん今日ね一人かなでいろいろやられてると思うんですけど、私は劇場大塚から応援してます。頑張ってくださいということで、なんとですね、あさって28日から舞台に出演させていただくんですけども、オム店長も来てくださるということで張り切ってやっていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。まだねお席余裕あるっていうことなので、皆さんもぜひご予約お願いいたします。今楽屋の中なんですけど、お姉さんたちがいっぱいいます。ウハウハです。入る人、はい、いませんということで、皆さん劇場でねすごく可愛いお姉さんたち出てくるのでご覧ください。それではみんな待ってます。オム店長頑張って、バイバーイ。これ番宣でしょ。番宣ですよね、完全にね。これですね、うん、夏休みの友達っていう、舞台を、あ、出ましたね、これですね。ほう、これをハグハグ共和国のやつですね。8月28日水曜日なので、もうあさってですね。あさってから9月の1日日曜日まで、何回だこれ、9回公演かな、やります。大塚満劇場っていうの、これよろず劇場です。すいません、申し訳ない。大塚よろず劇場です。わざとです。わざとです。豊島区北大塚でありますね。ここまでよろず劇場ですよ、はい、うん、怒られるわ。はい、市田篠さんが出ます。で、私は8月28日の一発目の公演の一番真ん中の席を確保した。勝手に予約させられたので、行ってきます。すごい。見に行くよってことですね。皆さんもぜひ来週、来週やん、今週じゃん、
8月28日ね、からやりますんで、お時間の人行ってみてください。一田四郎の番宣でした。はい、 CM 終わり。じゃあ次次っていうこっからの10年間ですよ、はい、30代ですね。今まで20代ですからね、はい、そうですね、20代ね。30歳の時にさくらんぼ解散、音楽を一旦離れると。ところがちょうど32歳の時ですね、はい、斉藤さんが32歳の時に東日本大震災が起こるんですよね、はい、あの例の大きい地震です ね、 そうですね。その時に震災の復興ソングの、まあ、いろんなところでそういう復興ソングとか復興ライブとか行われていましたけれども、はい、そこで、音楽活動をまた再開するわけですけど、そのきっかけを作ったのが、はい、作れたのがまた大山家だと。そうですね、今度は、はい、大山俊吾さんの妹さんの大山奈央さん、大山奈央さん、はいはいはい、が大山奈央さんはね劇団四季にもいて、そうですね、で個人でも活動で 歌われていて、はい、私の母親が作詞家なんですけどね、私の母親も奈央さんに楽曲提供していましたということで、ちょうどその奈央さんがそういう活動をしている時に、はい、まあ、また歌おうよって声をかけられたってことですよ ね、 すね。ちなみにこの、まあ、桜も解散してから、はい、まあ、ここまでの間は何してたんですか、はい、あ、もう30で就職してあ、もう解散して就職、ね、え、これウェブデザイナー、あ、そうです、あ、今もウェブデザイナー、実はウェブデザイナーなんですウェブ勉強してたの、まあ、結構多いんですよ、ミュージシャンって。あの自分のホームページとか自分で作るんで。なるほど、あ、全部自分で作ってきたりとか、はい、あ、そうか、あの作詞作曲をするのもああいうのに行ったりするから、ね、意外に IT 強かったってことですか、うん、あ、そんなにあれウェブデザインの、まあ、そんなにじゃないですけど、ね、だいぶまあ勉強もしたしてもらって、はい、勉強もしたけれども、はい、みたいな形で、あ、なるほど。それでまあまあ、音楽活動は、まあ、あの一旦ちょっと置いて、はい、ウェブデザイナーのお仕事をしていた時にまた音楽も歌おうよということで大山奈央さんから声をかけられて、はい、復活すると、はい、ソロで。そうですね、今度はソロですね。これが32歳の時 で、まあ、33歳になってからはもうソロ活動を、はい、まあ、始めていくと。まあ、そのそっとっていう曲だったんですけど、はい、まあ、それを歌うにあたって、うん、まあ、僕のライブもやってほしいっていう機会が、イベントを何回かやったんですけど、あ、こういう、はい、ところに呼ばれて歌は歌ってたけども、で僕の曲も何曲か歌ってみて、うん、歌ってって言われて、はい、そうすると一人で歌わなきゃいけないんで、はい、それがスムーズにこうソロ活動につながっていったって感じですかね。なるほど、はい、最初はそのイベント呼ばれた時だけ歌いに行っていたのが、はい、やっぱ聴いてる人からすると、あのもっと聴きたいみたいな、そういう声もあり、うん、そうですね、でおのずとソロ活動が始まっていったっていう形ですね、すね、これは33歳ぐらいになってから。そうですね、都内を中心に活動を続けると。もうそれこそ歌うのも嫌だったんですよね、うん、もう歌うのも嫌だった。そうですよ、30でもう一旦区切りって思っちゃったんで、あ、自分の中では区切りと思って、そうですね、もう歌はもういいかなと思ってて、うん、なるほど、はい、そしたらその声は他は黙ってないぞとまあありがたいですよね私もその中の一人ですから、あ、そうです、そうなんです。そこでやっぱ大山会っていうのをずっと、大山会も20年ぐらい私いますけど、 そこでやっぱり応援してくださる方がいらっしゃる、ね、まあ何より大山さんがそうやってずっと、奥さんの純子さんとかも、ね、もうずっと応援、ちょっと大山会の話しますから ね、はい、そうですね、私の斉藤さんの出会いも大山会ですからね。そうです ね、はい、大山純子さんを中心にした大山会というね、はい、会があって、はい、で当時は私ももう十何年ぐらい前から結構古い方だ、古いもの同士ですね。そうですね、古いもの同士で、ただ私の場合はだいたい大山さんをがまだ格闘家をバリバリ第一線でやってた頃の大山会って、うん、と今の大山会ちょっと雰囲気違うじゃない、うん、私はすごくそれを感じてる、うん、で前の初期の頃っていうのはやっぱそこに集まる人たちって、うん、大体
芸能関係者だったりとか、うん、映画監督とか、うん、あとなんかちょっと力を持ってるプロデューサーとか、あの格闘系の人たちとか、うん、要はなんか自分が商品っていうか、そういう何外に出る人とか、外をコーディネートする人たちが結構州でいたような気がするんですよ、うん、でだからそういう人たちが大山さんの周りにこう会で集まってくるから、それをそこでなんか人脈作ろうとか、そのなんか横島な気持ちで集まってくる、なんかちょっと売れてんのか売れてないのか、ちょっとなんかどっかでちょっとだけ見たことあるぞみたいな人たちが結構いっぱいいたじゃん。言いますね。大丈夫ですか、うん、まずいですかこれ。いや全然大丈夫これまずいかな。まあまあ確かにそういう一面もありましたね。いたよね。だから当時だもん、当時、うんうん、当時はいた、うん、今は全然いないけど、うん、で私はあの別に表に出る人間でもなかったんで、うん、まあ、ちょっとね大山さんのメンタルトレーナーを本当に一瞬だけかじってた、あの大生にいた時ちょっと手伝った程度ですけど、うん、そこで大山さんと面識があって、うん、そういうのを呼ばれて、うん、でまだ十五さんと結婚する前だったじゃん、うん、結婚する後とかでもあのいろいろ紹介されたりとか、うん、あとうちの母親と十五さん仲良かったんで、うん、そういう兼ね合いで私も大山家にいろいろお世話になってきたっていうか、いろいろね関わりを持たせてもらってて、うん、で当時はそういうなんかちょっとなんか私もアウェー感があったりとか、私そういうつもりで来てるわけじゃないだけど、なんかこう人と人と向き合えないような空間だったなっていうのをすごく感じていて、もちろんあの中でも今でも残ってる方たくさんいてね、大山さんも含めて、うん、ああいう人たちみんなハート持ってるじゃん、うん、で大山さんがハートで動く人じゃん、はい、なのに集まってる人たちはちょっとハートで動くような人じゃないような動き方をしてた人が当時は多かったなと思って、だからいろいろ声かけられまして、私も声かけられたけども、まあ、正月ぐらいの新年会ぐらいしか行ってなかった気がするし、まあ、行っても顔出して挨拶して、まあ、ちょっとしばらくすぐ帰るみたいな、そんな感じでしたね。でもこの東日本大震災の後からのメンバーたちっていうのは今の鉄板メンバーたちですけど、あの今はもうそういう横島の人ほとんどいなくて、もう本当になんか何だろう、親戚の集まりみたいな感じだよね、あれね。お久しぶり、何大丈夫、最近どうみたいなさ、そういう感じじゃん。なんかこう定期的に1年に 1,2 回集まるなんか親戚の集まりみたいな、うん、そういうノリだよね。みんなハートでつながってるっていうのが、うん、で何かこうみんなこの人をやるよって言ったら、じゃあみんなで応援しようみたいな、うん、そんな感じで、すごい人が変わったっていうか空気感変わったっていうのはすごく私は大事です、うん、そっからね居座ってるね、うん、でいつも毎回会うね、うん、そんな感じでね。大山さん、大山さんすごい面倒見がいいし、それで斉藤さんは、まあ、デビューまで状況きっかけも大山さんだったし、ね、この全国デビューも大山さんの、まあ、きっかけもすごいね、そのご縁がね、はい、でまた復活するのも大山直さんだしね。そうですね、もうですね。でその後のソロ活動もいろいろ応援してくださっていて、はい、ちょっと一つ告知しますか、ここで。あ、はい、10月に創建グループ、はい、まあ、あの有吉社長も大山会っちゃ大山会です。そうですねそこそ大山さんに紹介していただいてでこの間はここにもゲストに来た晴れちゃんとリサロックと3人でライブしたじゃん、はい、あのファイトフォードリーブって純子さんが主催してるやつね、はい、私も聞きに行きましたけどね、はい、3人もう大山会でね、みんなね、はい、で今度その創建グループが主催する、チラシありますかね。あ、これですね、はい、もう純子さんですよ、司会が、ね、司会が純子さんです、ね、これは大山純子さんの奥様ですからね。そうですね、大川純子さんですね。もともとは川田純子という名前で、芸能活動アイドルでしたよ、うん、有坂さんも大山会ですね、はい、有坂さん来てくんねえかな有坂さんもいいんですよ、しょっちゅう会うけどね。今度じゃあここに座ってもらおう、有坂さん、うん、だってあの有坂さん超うまいじゃん、歌、うん、めちゃくちゃ歌うまいってプロの人に言う言葉でも選手でもない本当失礼です。だって有坂さんってもともと銀行でお勤めしてて、銀行の OL 辞めて歌手になったっていう武勇伝を持ってる、うん、で斉藤さんですよ。
ですか、歌ってますね。じゃあ前回に続いて今回もオファー来たってことですね。あ、はい、有吉さんに、社長に、社長からいただいて、はい、10月3日ですね、うん、創建グループはこの間もあの晴れちゃんの歌ってましたよね。はい、今回がその流れなんですかね。あ、そうです、 CSR っていうんですかね。そうですね、あの創建グループの CSR の活動の一環ですよね、このライブが。10月3日6時、スタートは19時からか。はい、これどこですか。ブルームード、はい、どこ、六本木、六本木、はい、いいちょっといいところです。いいところ、はい、すごくいいところです。あれなんですよ、千秋さんが、はい、バンドの方を携えてらっしゃるんですけど、なんかそのバンドの方が僕のサポートしてくださるということで、ほう、今回はバンドで歌わせていただくので、弾き語りみたいな感じじゃなくて、そうなんですよ、すごいじゃないですか。いつもと違う感じの、はい、歌を聴いていただけるかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。いいですね、いいですね。あ、そうですよ、あそこのチラシの下の方ですね。 あの方々ですね。はい、あの方々です。まだお会いしてないですけど、まあ、ちょっとまだ先ですけれども、はい、もうここ最近ですもんね、これ発表されたの。そうですね、なのであのぜひまだ大山会が独占してなければ若干のチケットの余りがあると。ちなみに私はもうあの純子さんが連絡した瞬間にも予約を入れたので。ありがとうございます。ありがとうございます。店長も一曲歌っちゃってきてます。私は歌えないですからね。で むしろちょっと斉藤さんなんか 歌う。あ、まあまあ、おいおい行きますか、その辺。おいおい、おいおい行きますか。そうですね、あの、この話しなきゃ。あ、じゃあちょっとひとしずくの微笑みっていう曲があるじゃないですか、はい、このちょっとエピソード、はい、この曲めちゃくちゃいいんで、ひとしずくの微笑みってひらがなでね、検索すれば出てくると思うんで、 YouTube で聴けますんで、はい、ちょっとこのエピソード。そうですね、まあ、20歳でギター始めて、まあ、オリジナル作ったりしてきたんですけど、はいはい、まあ、愛だの恋だのとか、うん、結構あと病んだ歌は結構、うん、人間関係とかも、もう結構ボロボロだったので、病んだ歌結構人間関係に悩んだ時とかあってまあそういう歌を作ってたんですけど、うん、まあ、なんか一つなんか視野をこう世界に向けてみようっていう。もう世界ね。そうですね、世界観的な。そうなんです、っていうのが、ある映画との出会いがあって、ほう、レオナルド・ディカプリオさんの出てるブラッド・ダイヤモンドっていう映画を見た。僕映画好きで、すごい映画、うんうん、もうこの本当音楽やめてからずっと DVD ずっと見てたんですけど、うん、で一本その映画と出会って、そこでなんかこう、ですね、その少年兵っていう、うんうんうん、アフリカの、はい、少年兵というものを結構題材にしてる映画で、なんか自分の親を子供が殺すっていうシーンがあるんですよね、うん、はいはい、でその殺さないと自分が殺されるっていうような、その悪い人たちに、はいはい、なんかそういうシーンがあって、もう衝撃で、僕知らなかったんですよね、それ、はいはい、で、まあ、うん、日本にいてそんなことってまずありえないじゃないですか。そうですね、でこう世界に目を向けた時に、なんかこんな人たちがいるんだと思って、まあ、なんか自分の愛だの恋だの歌ってる場合じゃないなと思って、うん、なんかそれで初めてこう開いたというか。あ、今までは愛だの恋だのの曲をいっぱい作ってきたけれども、ね、やっぱ30になって、まあ、東日本大震災のきっかけでもあるし、はい、それの子供へのね、うん、ああいうのからなんか世界観的な歌。そうですね、なんかこう、うん、神様がもし、僕宗教とかわかんないですけど、神様がもしいるとしたら、うん、まあ、震災もそうなんですけど、うん、なんでこう人間に似せて作って、自分に似せて作ったって、うん、人間って、はい、なんでその人間にそういう仕打ちを
するんだろうと、みんなもっと幸せに万能全能の神やったら、うん、みんなを幸せにしてくれればいいじゃないっていう単純に疑問に思って、うん、なんかそんな疑問から、うん、まあ憤りというか、うん、なんか悶々とした気持ちから作ったって感じですか、ね、なるほど、はい、これね、これは本当に生で何回も聞いてるけど、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。ちょっと今までとは、はい、テイストが違うかなって感じです、ね、これ歌ってくれないの今。あ、これはあれか、ライブ活動行ってから来た人の楽しみですよね。やっぱ生の方がいいんでね。そうですね、うん、やっぱしで、やっぱしこの活動、まあ、こういう曲とかを最近、まあ、これ以外にも作られてると思うんですけど、はい、その世界観的な、要は自分の世界観、これを歌に乗せて、はい、だから歌う、まあ、自分の、まあ、作詞作曲もされてますけれども、はい、それがちょっとだいぶ変わったってことですよね、30代になってから。そうですね、まあ、重みっていうのか、うん、でそれは他あの歌のお仕事じゃない、普通の、まあ、ウェブデザイナーの仕事もされてますけど、はい、このいろんなさまざまなボランティア活動もされてるじゃないですか、はい、これちょっとお話聞きましょうかね、はい、チャレンジワールドあ、はい、チャレンジワールドチャレンジワールドさんは、これもまだ大山会で出会った方、ご縁の塊ですね。そうなんですよ、だから大山さん、はい、すごいですね。そうなんですよ、ご縁、ここもご縁ですからね。そうなんです、大山パワーすげえな、はい、なんかそういうオリンピック選手とかを呼んで、子どもたちがその人たちと一緒にそのスポーツキャンプをやるっていうような、伝わります。これ子どもたちを連れて、あ、そうです、子どもたちのキャンプですね、はい、オリンピック選手、大山さんもそれこそ、ああ、なるほど、なるほど、はい、でなんかキャンプとかする、はい、それいろんなところに行って、はい、ああ、なるほど、そのボランティア、まあ、バレーボールとか、あ、でも子どもたちで、そうです、小学校の先生じゃないですか。あ、そうなんです、そうそう、つながるね、これ、はい、あ、それこそ言っていいのかな、バレーボールの大山かなさんとか大山つながりだね。全然親戚じゃないけど、親戚じゃないけど、たまたま関係ない、たまたまだよね。あ、大山かなさんとか、はい、結構そういう有名な、うん、はい、中村舞さんとか、あの、うん、はい、水泳の中村舞さんとか、なるほど、そういう、そういう人たちにも来てもらって、はい、水泳のキャンプやったりとか、バレーのキャンプやったりとか、それこそスキーやったりとか、それをなんか全国各地の子どもたちを集めて、でその場所に行って、はい、その選手たちとこうなんか一緒にやるみたいな。 それの引率の先生。そうですね、あの僕もともと小学校の先生になりたくて、まあ、夢は諦めたんですけど、うん、まあ、やっぱ子供と関わりたくて、うん、そうですね、子供と関われるっていうだけで、あの、いや、もう言ってます、まさにそれつながってるじゃないですか。この後海外も行ってなかったでしょ。これで、そうなんですよ、それで今回初めてフィジーでその英会話プログラムみたいな、うん、サマースクールみたいなのがあって、フィジーで歌ってきました。フィジーで歌ったの、はい、フィジー語フィジー語じゃないです、フィジー語の何語か分かんないけど歌ったんだ。そうです、フィジーの子供たち、あ、フィジーの子供たちの前で、まあ子供たちだけ歌うのはちょっと不安、あの、うん、学校の交流会みたいな、文化交流みたいな、子供たちが歌うのはちょっと心細いんで、うん、僕のギターと一緒に歌おうかみたいな、うん、ありゃすごいですね、はい、これボランティアでやってるんですもんね。そうですね、でもこうやって子供たち、もともとね、子供たちの先生になりたかったわけですし、そうそうそう、だから、でまたそこでも歌歌ったりとか、はい、世界観ですよね、まさにね、はい、そう、なんか30になってすごい重みある、すごい心に、なんか心がほっこりするし、うん、すごく心にこう染みるっていう、そういう曲調に変わりましたよね。 ありがとうございます。昔から聞いてますんでね。ちなみにこのひとしずくの微笑みの音取りの時、あの、私も一生懸命探したんですから、場所。あ、そうですよね。あの、はい、先ほどから。これもみんなの力で作ってるんですか、ね、はい、あ、そうなんですか。あ、ありがとうございます。いろんな人たちが動いてくださってね。なので、せっかくだから、もっともっといろんな人に知ってもらいたい。はい。
っこいいですね。そうなんですよ、うん、あの感謝の意味を込めて大山さんの奥さんの純子さんがこの曲をすごく大切にしてくれていて、いや本当にねその通りだと思う。で、うん、スタジオとか全部用意してくださって、そうなんですよ。でそれが YouTube にありますんで、ぜひ聴いてみてください。でも一番は生がいい、ね、そうですね、うん、ちょっとこの10月以外でもなんかどっかで歌ってないの？そうですね、ずっとお世話になっている、ライブハウスが双子玉川に東京音実劇場っていうライブハウスがありまして、うんうん、そこで定期的には演奏してます。お、はい、それも何か検索すれば、あ、ツイッターとかやってるの？やってないです。ブログやってる、ね、ブログやってますね、はい、そういうところで告知してます。あ、してますしてる、はい、してます。してじゃあ見てください。最近ほらもうだってほらもう歌はビジネスじゃないってなっちゃったじゃん。そうですね、まあそこはよくお叱りをでも聞きたいんだ、知っていただけるんですけど、聞きたいから、はい、そうですね、聞けるちょっと場所とか教えてよ。そうですね、こう、そう今ほとんどご縁でしか歌ってないんじゃん。なんかこう評価が怖くなっちゃったんですねいつからか。評価いいじゃん。うん、いや自分ね、その本当はだよ、その26歳の時にさ、ここ全国デビューしてバリバリテレビでも使われてこれからじゃん。うん、ここでで相方を切るわけでもなく、はい、でも自分の、こうなんか心を打ったような売り方、歌ってなんかブレイクするよりは、はい、自分の身の丈に合って自分がやりたいような歌を歌っていくっていうのを自分で決めたわけですよね、ここで。まあだから今はもう本当いろんな経験をしてきて、うん、それこそもう今はあんまこう売れたいとかっていうよりは好きな歌を聴きたい、うん、って思ってくださる方の前で歌いたいなっていう。それが本来ですもんね。スタートもそうですし、まあまあですね、今もそうじゃないですか。でもバリバリ売れたかったですよ。だから26時とかはそれこそギラギラしてましたからね。うん、それはそうですよね。はい、でも そういう場面に立ったとしても、やっぱ大事なところを捨ててまで変えてまで歌うんじゃないっていうなジャッジをしたわけじゃないですか。意思決定をしたわけじゃないですか。はい、だから歌に対して全くもってブレてないですよね。でほっとかないですから周りの人が、何歌ってないのそういう感じ。本当ありがたいです。本当私もそうだよ。ありがとうございます。十何年前からやめてたと思います。もっと歌おうよとかさ、もうちょっと、もうそれはビジネスとかじゃなくて、はい、なんかいい歌いっぱいあるんだし、作ってるわけだし、本当ありがたいです。それで元気もらう人もたくさんいるじゃないですか。はい、そういうの歌ってもらいたい。そしてしかも今の世界観が素敵。ありがとうございます。そうだ、俺ここなんで呼んでんのかって、もうちょっと出ようよってそう、何してんの、何してんの、いつも言ってくれます、ね、そう会うたびに言ってんね、広めなきゃいけない会うたびに。そうです、ありがとうございます。そうですよ、しかもまたボランティア活動、このチャレンジワールドもそうですけど、もう一つ素敵なボランティア活動してるじゃないですか。そうですね、あ、はい、これはちょっと告知させてください。ゴミ消し。そうですね、ゴミ消しって分かります？ゴミ消しってカタカナで書くんですけど、はい、掃除のボランティアですよね、はい、これちょっともう少し詳しく教えてください。あれですね、アルファベットでゴミ消しなんです。あ、アルファベットなんですごめんなさいね。G 多分でもあんま知らば、あ、それはねインスタやってるんで、あ、ゴミ消しの、ゴミ消しはアンスコ東京ですかね、確か。ちょっと多分ここにペッて上げてくれる、ペッて上げてくれると思う。今一生懸命探して敏腕の敏腕マネージャーが、ね、ペッてなんか、あ、まさにそういう、そロゴです、そのロゴです。そのすいません、こっちの話で。お掃除ネーム大ちゃん、はい、それこそその東日本大震災の復興ソングを歌うにあたって、その現地も知らないで何を歌っとんじゃいって感じだと思ったので行ったんですね、あの石巻市に、うん、ちゃんとね、はい、復興のお手伝いもしに行ったんですね。そうですね、大山さんたちもね、バスでね、大山がバスで行ってた、ね、行ってましたね、はい、でそこで受け入れていただいた団体があって、でそこで仲良くしていただいた方にお世話になって、うん、そこからもう8年間ですかね、まあ、そうですよね、こっちでもその、うん、掃除
毎月その街頭清掃をする掃除のこっちでやってるの掃除あやってる方たちが向こうに行ってベースキャンプを張ってやってたんですよ。なるほど。で大山会を受け入れてもらって、うんうん、で僕だけなんですかね繋がって掃除が好きになっちゃったでしょ。コーヒー出してくれるって言うん で、うん、で誰も飲まなかったんでなんか悪いなと思って、うんうん、僕はテントに入って、うん、コーヒーを飲んだり、はい、そのコーヒーをいただいたことで、うん、ご縁が生まれて、うん、そっからそしたらみんなはあのじゃなくて斉藤さんがもうそこそうです、ね、居座ったっていうかでちょっと、こっち帰ってきても頑張って若いんだからっていうことで、うんうん、でこっちでもやってるってことですね。そうですね。もう8年間ずっと街頭清掃をやってます。新宿と渋谷と、はい、定期的に掃除をしている。そうですね。街頭清掃、はい、でそこからちょっとそのやっぱ結構若い人があんまりいなくて。ああなるほど、はい、若い人がちょっと入れたい、ね、本当は若い人がやってほしいっていうんで、うん、そこのお偉いさんに、うん、その若い人向けになんかちょっと軽い感じのやつをやってほしいっていうんで、うん、それは代表を務めさせていただいて、ゴミ消しっていうやつを代表を務めさせていただいて、うん、まあ基本的にあんまこういいことって思われることはあんまこう大げさにしたくないっていうのが今までの僕だったんですけど。そうだってこれゴミ消しさっきの打ち合わせで初めて知ったもん、ね、そうそうそう。あんまりこうずっと長いこと一緒にいるけどあんまゴミ消しのことだけ知らなかったよいいことはガンガン、うん、あんま口にしないっていうのが僕の中で美徳としてなんかあって。そうでもちょっと立場が変わるか正義が変わるっていうことで、うんうん、やっぱ代表なのでちょっともっと人を増やしたいなっていうのをもっと知ってもらおうよ、はい、このゴミ消しも、はい、しかもあれでしょ東京オリンピックの何マラソンコース。あそうですね。東京オリンピックのゴミ掃除しようと。そうです。あの走る前に世界に発信される日本なので、うん、そこを美しく、うん、美しい日本を発信したいなということで、ね、やりましょうよ。ありがとうございます、うん、ちなみに、渋谷のハロウィンが終わった後に渋谷区と連携をして、はい、あのゴミ袋をハロウィンバージョンにしてみんなで掃除しようぜっていうのを一時は私絡んでました、ね。すごい。そういう漫画家さんとか、はい、そういういろんな人たちがやってたんだけど、はいはいはいありましたね、そこにちょっと絡んでて、だから渋谷区もう今渋谷区長さんすごくいろいろ活動協力してくれるので、なんかもあの時は若者とか結構手伝ってくれてたんで、なんか。いるんじゃないですかこういうね。そうですね。ちょっと若い人が増やしたいなっていうところがあって。そうね、掃除のボランティア、うん、いいじゃないですかお願いしますこれに関してはていうこと、ね、歌よりもちゃんと告知してるっていうこうやってなんかもうじゃあもうウェブデザイナーをお仕事としててあと全部の活動全部ボランティアじゃないですかこれ。そう、まあ、それがね、まあ、斉藤さんのいいところですよ。まあ、ご縁ですよね。まあ、そのご縁ですよね。お話をいただけるんでそれに応えたいという素敵ですよね。だからまたご縁を生むんですよね。そうですね。ありがたいです本当。なんかすごいですね。大山さん頭上がんないですね。そうですね。うん、私もですね。はい大山信代さんは違います。申し訳ない。そうですね。信代さんはでもお亡くなりになっちゃってね。お、おみけしさんとかしたい。ありがたいですね。あ、ぜひぜひ。ぜひ。はい。ということで、あ、しまった。もうこんな時間だ。プロフィール長すぎて。相変わらず長すぎちゃったって。まあ、でもとりあえずこの一滴の微笑みっていう曲はね、はい、素晴らしいので。はい。あとせっかくだからちょっとこれから悩み相談やるけどその前に歌う？なんかまだあ、で、ね、いいですけど何も用意してませんけど。一滴の微笑みいいあの、はい、大丈夫です。それはもうライブでしかやらないと決めてるんで、はい、遺言で。じゃあ遺言ですねですか、のぶよさんからですか。おじいちゃんの遺言で。じゃあ悩み相談のコーナーイエイ。あと15分で終わるのかな。まあいいや。なんか悩みはあるんですか。悩みはそうですね、はい、一応悩み解決番組、ね、あ、これがメインなんですよね。そうそうです、はい、メインのちょっと短いっていうね。すみませんいいんですいいんです。ボリュームが。いや今回は斉藤大輔を知ってもらいたいんですよ。
皆さんにぜひ、もったいないんだよ、ここにくすぶくすぶってた。ありがとうございます。なので、じゃあちょっと悩み相談コーナーをぜひやりますので、何か悩みありますでしょうか。はい、はい、散々歌の話しててなんですけど、うん、曲が書けなくなっちゃった。書いてんじゃん。いやでも実際あんま年づくの微笑み最近、ね、最近じゃんこれ。最近じゃん。最近って言っても全然前、もう5年前なのか。結構前ですね。もう5年経つんだ。はい。あら、そうか。でその後は最近は書いてない。そうですね。うん。いやでもこんな、だってこの間フィジー行ってたじゃん。ね、どういうことですか。いやフィジー行ったら感じればいい。ああそういうことですか。感じてんじゃん、いろいろこのボランティア掃除してんじゃん。そうですね。感じて、まあ、ネタは確かにいっぱいありますね。あるじゃん。あとはだからその心で動くかどうかじゃない。今脳みそで動くことしてるから止まってるじゃん。まさに心で動いたのって動いて気づいたら歌できてるから。それだってそれが嫌だからこっちの路線行ったんじゃないの。だってそれができるんだったら26歳できっとやめてないよね。うん頭で行けたんだから。そうですね。頭じゃなくて心で行きたいと思ったから27でもう事務所辞めたんじゃん。だってでその後ずっと心の動きしかしてないよね。斉藤さんいいとこそこだもんね。もうちょっと脳みそ使ったらもっとブレイクするのになとか思うんだけどそれが嫌だったんでしょ。やっぱ歌とかに関してはそうですね。で今書こうかななんて思ってるから多分書けないんだよ。ああなるほど。だってこれだってこんな素敵な歌いっぱい作ってるけどさ頭で考えてないんだよ。そうなんですよ。なんでポッ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 出てたんじゃない。そうなんです。僕の歌じゃないみたいです。今聞いてて思うのが、うん、なんでこんな歌作ったんだろうと思いますよね。それは 後付けの脳みそでやったからだよね。でもねよくあるのよ。自分もいろんな人たちのこう未来を一緒に作ったりとか悩み相談とかするけれども、はい、うん、自分が言った言葉をもう覚えてないの。で相手がなんか元気になったりとか未来作れて、はい、うん、で何年か経って久しぶりに会って、うん、あの時こういうこと言ってくれてありがとうございますとか言われるんだけど、うん、俺そんなこと言ったかなみたいな言った記憶がねえし、俺そんなかっこいい言葉言ったかなみたいなそういうのすごいいっぱいある。なるほど。でもその時は多分ゾーンに入ってるんだろうね、はいはいはい、ゾーンに入ってる時って脳みそでごちゃごちゃ考えてないじゃん。もう心で動いちゃってるじゃん、はいはいはい、でも人の何とかしたいっていう気持ちでやってるし本当に純粋に書きたいと思ってるから書いてる。素晴らしいでしょ。ところいいじゃんごちゃごちゃ考えなくて。そうですね。そうですよ、うん、書くときは書くよ。そうですね。気づいたらできてる、はい、ということでこれを悩みに持ってきてる時点でダメですダメ出しですか。ダメです。まさかのダメ出し曲が書けなくなった。ダメですこれ、書けます。はい、うん、ありがとうございます。で無理して書かなくてもいい。そうですね。作ろうみたいんじゃなくてさ、うん、こういうものをハートだからさ感じたままに、うん、そうそう感じたままにだよ。そう、ムロにとってそういうなんか今までとちょっと違うようなところ行けるわけじゃん。これチャレンジワールドとか掃除だってね、うん、普通に掃除同じ場所の掃除かもしれないけどその都度その都度なんか転がってるゴミは違うわけだから、ね、なんか感じるものが違うわけじゃん、うん、そのありのままのありのままの斉藤大輔でいいんじゃないかな。はい、そのありのままが好きなんだよ。ありがとうございます。これ多分ね26歳の時にこの27歳で事務所辞めないで、うん、なんか相方も切って、うん、で今めちゃくちゃ売れてる歌手になったとしたら多分みんな嫌いになってるそうっすか多分このその後に出会った人たちとは出会えてないし、まあ、俺とも出会えないし、ね、そ多分ちょっと違う路線だとは思うよ、うんうん、でももうみんなハートでつながってる人たちからねこういう活動にもつながってるわけだし、うん、創建グループもそうだしみんなそうじゃん。だってだ本当に今の人生はいいなと思いますよ、うん、まあ教員にはなれなかったですけどなってんじゃん、まあ、そうなんです。チャレンジワールドって結果子供たちとも同じなんですよ。私も教師になりたくて教員免許も取ったけれども、うん、試験受けても受からないし、うん、でも誰かのためになんか役立ちたいなと思ってたら先生にはなってないかもしれないけど今人と関わる仕事についてるわけだから、うん、同じじゃないですか。そうですね。いいじゃない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 。生きてるしね、このチャレンジワールドね、はい。素晴らしいわ。ということで、これはもういいでしょ。悩みじゃない。そうですね。悩みにあげちゃダメだよ。なるほど。今休憩してるだけでしょ。うん、はい。次。早っ。
もう解決したの、はい、そうですね、解決した、はい、次の次見ましょう。他は、まあ満員電車ですね。満員電車、まあ、都内にこう人が多すぎるっていうのはそう感じ、うん、同感あ、それは私も満員電車嫌いなの、うん、とにかく電車乗りたくないし、だって満員だよ、うん、自分立川なんだけどさ、うん、都内に出るだけで大体1時間ぐらい電車の中で立って、うん、もう疲れんじゃん。だから自分が出した答えは満員電車乗らない以上なんですよ、うん、なんかどっちかっていうとなんかこう視野が世界になんか世界にっていうんで、なんか満員電車でこう僕まあそれは自分が乗らなきゃいいんですけど、うん、なんか乗らなくてもみんないい東京にならないかなって思ってます。乗らなくても、はい、あでもこれからは多分働き、これ現実的な話で、はい、働き方改革がもっとすごい進行していくと、はいはい、9時から5時までの勤務みたいな、そんなのは一切なくなっていくと思うんだ。今自分がちょっと先駆けてやってるけど、いろんな会社と業務委託をして、その納期の日までにこれをやればこれだけくれますよっていう業務委託をいろんな会社とやって、自分はその能力を発揮するだけで、それは別に勤務しに行くわけじゃないので、自宅だっていいわけだし、はい、で会社でやっていいよって言う場合も、こうやってここにだって時間自分で決められるから夜にしようとか、そうすれば分散するじゃん。多分そうなっていくんじゃないの、働き方改革って。今は労働者がこうカツカツに縛られたような感じだけど、もう自由にそこら辺ってなっていくと思うんだよね。そうするとおのずと、ま、満員電車もなくなるのかなとか思いつつ、そういうちょっとリアルな現実的な話でしたけど、そうですね、世界観的にね。そうです、僕山形出身なので、やっぱもっと地方が盛り上がって、なんかみんなそう東京に来なくてもいいんじゃないですか。でも実際さっきの今の話からすると、はい、別に勤務しなくていいし、どこにいてもいいわけだし、今 IT で仕事してる人とかネット上で仕事してる人はどこ住んでてもいいわけだから、多分そうなるんじゃないかなって思って、こんな SNS だってこうやって今顔で見て話してるけど、うん、こんなのでやれば打ち合わせもできるし、うん、会うのはたまに定例で会えばいいだけで、飲み会とかで会えばできる話だし、ね、だから多分そうやってどんどん変わっていくと思う。お、そうですか。そうすると別に会社に通勤しなくてもいいってことは、全国どこに行ってもいいってことは、うん、こんな人がいっぱいいるところにいるんじゃなくて、そうそうそう、山形で東京の仕事をすればいいじゃんって話。そうね、そうなるでしょ。お、なりますか。なります。じゃあ解決で。解決のこれ都内に人がどうしてもね、都内にが中心になっちゃうからね。人多いじゃないですか、都内、ね、多い。ギスギスしちゃいますよね、それは。だから過疎化になっちゃってるしね。でもそういう仕事が、そういうふうに仕組みが変わったりとか、うん、まあ、ネットを介してとかだったら、うん、そうなっていくんかなとは思うけどね、うんうん、そうなればね、満員電車じゃなくてもね、時間も自分で決められるとかだったらね、うん、だから俺なんかはもう満員電車の時間帯だけはもう避けてるもんね。打ち合わせとかも全部、都内に行かなきゃいけない時とかも全部避けてるし、羨ましい。やっぱ縛られちゃうとね、この何時から何時まででみたいな、それがどうしても嫌だったから個人事業主になっちゃった。うん。でも大抵の人はやっぱりね。大抵の人ね。勤勉ですから、皆さん。勤勉だよね。はい。そんな感じでございました。はい、これはちょっとね、解決とかじゃないね。そうですね。だったらいいなみたいな感じでね、はい。そうですね。満員電車の都内の人が多すぎる、うん、そうだな、しょうがないなみたいなね、うん、店長、電車が喫煙かだったら電車頑張れますか。もちろんです。あ、そういうことなんですか。それは大事です。だってもう、だって十何年前、20年ぐらい前までは電車の中で普通に吸えたもんね、灰皿あったしね。あ、駅の構内にもは絶対どこでも吸えたし、こういうのありますもんね。そう、は柱にこう、ね、で電車の中でもこうやって蓋がこうやって開いて、はいはいはい、普通に吸え、中で吸えて、バスもこういうのありましたもんね。あったあった、バスもってやつ、飛行機も吸えた、どこでも吸えてたんだって。いい迷惑ですね。今じゃもう外でも吸えない、うん、いい迷惑ね。煙がね、そうね、煙は申し訳ないなと思う ね、 そうね。よろしくお願いします。わかりました。で
満員電車吸えないもんだって人に 火つけちゃいそう。そうです ね, そ, うね、そこはちょっとね あるよ、ちゃんと、うん、気にするよみたいな。他なんかありますか？まあ、うん、そうですね。まあ、ネタっちゃネタなんですけど、ネタ、はいはい、まあ、40歳今年なったんですけど、40歳おめでとうございます。まあ、これ40周年。あ、そうですね、40ですね。40スゴカフェ今日40回目ですから、おめでとうございます。で、40歳、ついこの間ね、はい、誕生日で5月ぐらいでしたっけ、おめでとうございます。40になっちゃったね。いらっしゃい40歳いらっしゃいよろしくお願いします。で、まあ、うん、まあ、今の独身でやらせていただいてるって感じですね。うん、まあ、なので独身、結婚できるのかなっていうところですかね。それはもう、その今いる彼女を一人に絞らないとダメだってことじゃないですか。そうそう、人聞きの悪いこと言われるんです。こう世界に広がってます、これ放送されてますから。そうだね、やめてください、イメージがあります、ね、クリーンなイメージが、今まで培ってきた1時間半のクリーンなイメージがあります、ね、クリーンですから、うん、あ、実際に、これ真面目なネタ、真面目というか、そう、結婚したいの、もうそれすらもよくわからない。もうお付き合い自体もだいぶしてないので。めんどくさくなっちゃったの？そうですね、まあ、それこそもう本当26でデビューすることをきっかけにお別れをして、うん、ああこれ何デビューする、まあ、そういう、そうか、そういうのあったんだ。そうで、まあ、彼女さんも音楽をやられてる方だったので、もうなんか嫉妬というか、なんかそういうのも、ああ同業だったんだ、なのかな、わかんないですけど、まあ、でもうデビューするからには彼女を作らない、売れるまで彼女を作らないっていうところからきっかけで、まあね、そういう商品だからね、ファンもあるもんね、そういうのね、まあ、自分の、まあ、自分の中でですね、こうそんなことしてる場合じゃないっていうのがあったので、まあ、そんなことをしてる間に、うん40になっちゃったってこと。そうですね。でも、はい、だって辞めてからもいっぱい。いえいえいえ。じゃあこれもう大山さんに相談するしかねえな、俺な。まあ、してますよ。あ、そう、してる。奥さんの純子さんにもしてますしね。ああ、なるほどね。じゃあ間違いない。まあ、そこの。まあ、まあ、そうですね。僕の問題ですね。あ、そういうお見合いの話とか、そういう、だって大山会だけでも女子いっぱいいるから。まあまあ、そうです。だから出会いはたくさんあるんで。出会いいっぱいあるじゃん。はい、であるけど、あ、自分が動かないだけか。その一人が長すぎて、うん、その人と一緒にいるということがだいぶやばいやつ。それはちょっと俺じゃなくてさ、あそこに座っているあのプロデューサー的な、あ、同じ匂いを感じます。同じ、あ、素晴らしい。同じじゃない？わかります。同世代じゃない？そうす、あ、そうなんですか。そう、ちょっと行くぐらい。じゃあほら、俺はほら、そうそうそう、もう28で結婚して子供を。二人もいるからさ、先輩。でも逆に言えばさ、成功者じゃないですか。いや、成功なのこれ。いや、逆に言えば世の中的にはこれ子供も二人いるのになんでこんなことしてんのみたいなこと言われる。大丈夫みたいな、まあ。確かにそういうのもありますよね、うん。だから僕はそうかもしれないですね。それは言い訳じゃダメだよ、ね。だって俺はだってそれやってんから。あ、何してんのって言われてるのは、サラリーマンでもなくて月々固定給も入ってくるわけじゃないけど、でも自分は自分で好きなことをやりたい、でもその代わり家族を路頭にも迷わせないって決めてやってるわけで、あ、素晴らしい、やってるわけだから、そこは言い訳しなくていい、ね、だって自分の夢でこの活動とかもやりながら、はい、別にあのね、子供いてもちゃんと幸せな家庭築けばいいじゃん、はい、これからでしょ。はい、男はね全然これからでしょ。はい、だネタです。あ、ネタなん、あ、ネタって書いてあるわネタってネタね、そこまで悩んでないです。あ、言うて、あ、言うてね、言うて、ね、言うてね、これもね、なるようになるし、そうですよね、うん、ご縁だから。はい、だって私もね、その、まあ、28で結婚しましたけど、今の嫁さんは出会って、はい、出会ったその日にちょっと私がセミナーの助手かなんかで行ってて、はい、で受付やってて、うん、で、あ、この人と結婚すると思ったの。本当にあるんですね、そういうの。そうなの、そう、あるの。よくビビッドとかなんとか言うじゃん。
あったの、その経験で、あこの人と結婚すると思って、向こうもなんか同じように感じてくれてたみたいで、うん、その後もうめちゃくちゃ良かったよね。もう1ヶ月後ぐらいにはもう両家に挨拶して、2、3ヶ月後にはもう一緒に住んでて、もう半年ぐらい経ったらもう入籍してたって、ね、うん、出会った半年で入籍したの。そうだから出会ったのしかも7月7日なんで、七夕の日なんすか、そのロマンチックな。7月7日に出会って1月1日に入籍してるからすごいロマンチックじゃないですか。そう、そこにね、損得とか、まあ、メンタルやってるのだからどうやって落としたんだとかよく言われるんだけど、 そういうのな全くなく、この人と結婚すると思って、そしたらなんか普通にだよ。でもう十何年経ってるね、そんな感じ。すごい長く付き合えばいいかってそうでもない。逆に長く付き合ったら変な情が出たりとか、でまたほら心でいきゃいいのに、ここ考えちゃう、この人といいんだろうかみたいなさ、そしたらね絶対一歩踏み込めない、えいやでいかないとだこれも心です、全てここ、うん、そうそう、結婚どうのこうのとかこれ脳みそ考えてる人は意外に出会わない。 Don't think feel ですね、うん、ありがとうございます。心で感じろって、はいはい、大山会で多分心で、はい、あれこの子ってなった時に、はい、向こうもこれで、ね、一方通行じゃダメよね、はい、そりゃそうですね、そうね、相手もあのこの人はってなった、これ合致した時に結婚です。うん、ありがとうございます、ね。そうです、歌もそうだし結婚もそうだし満員電車もそうだから、はい、心だ、心ですね、うん、でなんか心で動いてんじゃんずっと。そうですね、そうだよ、斉藤君のねいいところはねずっとね心がぶれてないところなんですよ。そうだよね、確かにそのまま勢いに。だからこれあれだ、今回の悩みは頭でごちゃごちゃ考えてるからいけないんだね。3つとも考えなきゃいいんだよ、はい。ハートで悩みなのに考えるのと、そうそうそう、なんだ考えるから悩みになるんだよ。深い。だって悩みってさ、その捉え方とか解釈によって全然悩みじゃなかったりとか逆にプラスだったりとかいろいろある、いろんな解釈があるのにそれを悩みというものに置いちゃってる時点で頭がごちゃごちゃ言ってるだけでしょ。まあそうですね、感じたようにやればいい、歌も感じたものを作ればいいし、人もだからそれをぶらさずにその自分の斉藤さんのいいところのハートでのご縁が今にこういっぱいつながってるわけじゃん。だからその延長線上に結婚あるでしょ。お、うん、親会独身者いっぱいいるよ。はい、あるのです。ハートでしょそれも。そうですね、ハートハート、はい。そう、大山さんと純子さんもそうだったからな。うん、そうだ、あれだって美輪さんの舞台見に来たんだよね。うん、大山さんがたまたまほら格闘技やってたけど、はい、たまたま美輪明宏さんの舞台にちょっと誘われて、うん、ちょっと出演することになっちゃって、その舞台をたまたま純子さんが見に来てて、たまたま楽屋に挨拶しに行って、うん、たまたま付き合っちゃったって話。すごいですね。じゃあ僕に欠けてるのはその行動力はまあないですね。行動してんじゃん。してフィジー言ってる。いやだから大山さんは多分その純子さんにこう。アピールされたと思うんですよ。アピールプッシュしたんです多分。そうなのかな。なんかそんな話聞きましたよ、ね。プッシュしたのかな。もうそこら辺はちょっとあの2人で見られるんですけど。まあまあ、わかんないです、うん。プッシュというか、ね、アピール、アプローチはしたでしょ。そうなんです。そのアプローチができないです。それはどうしましょう。だってこれだけボランティア活動にアプローチしてんのに。この活動自体アクションを起こさないとできないものじゃん。だってでも結構やっぱでも受け身ですよ結局。受け身でも言ってんじゃん。それきっかけでしょ。そのなんか大山さんとかそういういろんな人たちがこう来ればっつって、その中で行こうかなって思うわけじゃん。行かないって選択肢もある中で行ってるし、掃除だってそうじゃん。そうですね、俺だって絶対呼ばれたら行かないもんだって掃除。来てくださいよ、それゴミ消し。まず新宿と新宿で行きたいなって言ってくれてる人いるわけですよ。ごめん、ごめん、失礼です。すみませんでした。そうです、すみませんでした。行きます、お願いします。マラソンコース掃除しようね。そうですよ、ね、そら掃除する。日本人ですから、うん、あのトング用意しといて、俺かがむのきついから。それは自分で持ってきてください。そうですよ、そうです、ほうきとね、はい、そうです、そうです。なので
まああれですよ、ありのままの斉藤大輔が、まあ、動くときと動かないときあるかもしれないけど、はい、素直に動い心のままね、そんとこじゃなくて、動いたときに道開くと、はい、でそういう女性がたまたま今までちょっと一歩踏み込もうかなっていう女性がいなかっただけであって、はい、いるでしょ。そうっす、まずここにここにいるんで、ぜひ紹介する。あのうまいよ歌。うーん、ちょっとここでデュエットしたら、あ、面白いかも。オペラ的いけるかも。コラボしてもらいたいわ。オペラやったことないですね。ということであれですね、斉藤さんの声が聞きたい、やっぱし。あ、はい、でここに、はい、この人がね、はい、この方がね、誕生日だったんですよ。お、8月12日この間じゃないですか。はい、ちょうど2週間前か。お、あ、そうですよ、8月12日石田篠の誕生日だったんですよ。はい、で石田篠いないんですけど、はい、いる亭でいる亭でね、はい、ぜひハッピーバースデー歌ってもらいたいっす。おいいよね、ハッピーバース大丈夫だよね。大人の事情絡まないでしょ、ハッピーバースデーの歌だったら。大丈夫だよね。ハッピーバースデー。ハッピー、そう、はい、市田しのですね。しのちゃんで。しのちゃん。しのちゃんでお願いします。はい、じゃあ、私の顔はいいんで、この。いやいや、もういいですよ。この感じでいいです。ピンピン。寄らないでください。僕が弾きましょうか。私弾いてるんで。まあ、こういうのはね、軽く。そうですね、はい、これいいですよね。じゃあもうリバーブバリバリかけていただいて。そうです、8月12日市田しのの誕生日だったんで、しのちゃんですね、しのちゃんに向けて、はい、はあ、はあ、はあ、はい、斉藤大輔さんが送るしのちゃんのハッピーバースデーってことです。いや、あんまそういうああハッピーバースデートゥーユーHappy birthday to you.Happy birthday, dear Shino-chan.Happy birthday to you. おめでとう。おめでとうございます。Shino ちゃん、おめでとう。聞いてるかな、Shino ちゃん。Shino ちゃん、おめでとうございます。ちゃんと、ありがとうございました。お粗末様でした。石田篠に向けてハッピーバースデーありがとうございました。おめでとうございます。斉藤さんの歌が聴けてよかったです。歌と言えるのでしょうか。歌歌、はい、私ね、素敵なボイスですよ。これぜひね、生歌を皆さんも聴いてもらいたいんで、ね、はい、あのライブでちゃんとちゃんと歌うんで。いや、今の素敵でしたよ、ね、あ、すいません、はい、ありがとうございました、はい、なので今度10月ね、で、あとは定期的に、これですね、はい、はい、10月3日で定期的じゃないか、不定期か、ニコタマの方でもやってるってことで、はい、詳しくは斉藤大輔ブログで、はい、公式ブログありますね、はい、Don't worry, be happy、はい、Don't worry, be happy、はい、はい、っていう公式ブログがあるので、見てくださいと。あと歌の方も生歌がいいんですけれども、一応公式の YouTube チャンネル持ってる、はい、ということで、斉藤大輔で検索してみてください、はい、ですね。ということで、あとは何か告知ありますか。ないです。大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。あと悩みありますか。大丈夫ですか。悩みもすっきりですね。もう今日はぐっすり寝れます。そうです。斉藤さん、やっぱしね、あれですよね、ハートの動きがいいんですよ。ハートの動きがいい。うん。だからあんま頭で考えて動かなくていいと思う。ああ。思った、もうありのままで動いていいと思う。思った通り動けばいいと思う。多分その通りにやった方がうまくいってもんね。そうですね。そうですね。結構あんま考えたりしないかもしれない、ね。大山さんもそうじゃない。だってそのとこで動かない人ですもん。そうですね、関わってる人たちもみんなそうだもんね。創建の社長さんもそうだし、うん、うん、そうですよね。いいご縁で恵まれてる、逆にそのご縁に恵まれてることを得だと思って。そうですね、人徳があるからですよ。いい、そんな、ありがとうございます。人徳があるからですから、
だから本当にそのままの通り行って、そしたらお金と人は向こうからやってくる。ありがとうございます。そこを追わなくていいみたいなね。このままずっとブレずに活動してください、はい、ありがとうございます。いつも応援していただいて、応援団長、応援団長なんでね、今後とも一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日は市田氏の不在で斉藤大輔さんを、ゲストに招いて話させていただきましたけど、そんな感じでいいかな。あとみんなのコメント大丈夫かな。いつもね市田氏の方が拾ってくれててね。大丈夫ね。はい、じゃあそういうことで閉店でよろしいですかね。はい、スゴカフェ閉店です、はい、じゃあまた。どういうエンディングなんですか。お疲れ様です。お疲れ様です。